光高木スピーカー、突然始めてしまいました。まもなく左方向です。40m で右方向です。私が山梨住みます芸人をやってた時に、コロガキというバンドをやっておりまして、そのギターをやってくれていた東郷さんと今一緒におりまして、東郷さんちょっとなんか今更ですけども、僕の配信ではね、YouTube で、この信号を右です、右に行っていただいて、あといつもご活躍を拝見しております。ありがとうございます、はい、生配信初めて出ていただけるこの形ですいません。東郷さんね、プロデューサーとかイベントとかやられてるんですけども、私の YouTube のエンディングソング神チューブっていうね歌を歌ってくれてるママダユさんをプロデュースされてると。そしてまあ僕ともバンドやってくれてて、今新しい企画とか、まあ新しいって言ってももう1年以上やってるんですかね、はい、そのバンド企画をやってて、バンドオーディション、昔地上波だったガチンコっていう番組があって、はい、あのテイストと、はい、まあイカ天みたいなのをちょっと合体したようなのを鍋やかんさんと、はい、あの一緒に、始めました、はい、ガチンコバンドクラブっていうのやってまして、はいはい、まあいろんなオーディションをして、はいはい、勝ち残った人と一緒にステージ立とうぜっていう企画ですね、はいはい、っていうのをやってます、はい、ガチンコバンドクラブは2年経ちましたね。あ、もう2年経つんですか。2年目ですか。2年、いや2年経ってもう3年目に突入。3年、あ、もう3年目なんですね。だから9月で2年になりましたね、はい、9月末で。東郷さんのことは、私とね、バンドコロガキっていうのは、まあ、山梨住ます芸人の時やってて、そして、まあ、平成スライムっていうねバンドをね、まあ、そのガチンコバンドクラブの企画なんですけど、まあ、平成スライムっていうのを小向井美奈子さんとやってて、僕とダブルボーカルでギターで、まあ、東郷さんがやってくれてて、それ呼んでいただいたっていう形なんですけど、はい、それでそのガチンコバンドクラブっていうのが東郷さんがメインで、なんでやろうと思ったんですか、そのガチンコバンドクラブっていうのは。なんか、はい、コロナ禍の時に、はい、夢を見てなんか具体的な夢見る時ないですか。具体的な、うん、なんかふわっとした夢よりもめっちゃ覚えてるみたいな、うん、めっちゃ覚えてるみたいな、はい、でバンド名まで決まってて、はい、取材の自由っていう取材の自由ってバンドを組む夢を見たんですよ、はい、でこうなんか僕結構スピリチュアルとかあんまり信じないタイプなんですけど、はい、その身を流れに任せて生きていくっていうスタンスがあるんで、はい、これもなんかやるべきなのかなと思って、はい、ちょっとツイッターで僕となんかバンドやりたい人って募集してみたんですよね、はい、まあ、1人か2人来たらね、はい、なんか面白いことやろうかなと思ってたんですけど、はい、結構な数来たんですよ。おでこれで一回ストップして、ちょっと待ってちゃんとした形で募集しますっつって、はい、じゃあこれなんかこんだけ来るんだったらなんかやる、もう面白く企画できるかなっていうのがあって、はい、ただね、僕が選んで組んでやるよりも、はい、そのなんて言ってる、コロナ中、特にコロナ中なんかは、はい、皆さん暇だったじゃないですか、はい、そうするとそのバンドができるまでの過程とか、はい、なんかそれをもうその出会うところから全部見せたら面白いかなと思って、うん、うん、だから最初から見てる人はウィキペディアいらないわけですよね、はい、みたいな感じのものをやろうと思って、こういろんな人を巻き込んでやってった感じです、ね、バンドオーディションですよね。そうですね、一応まあオーディションであり、はい、バンドまあ育成プロジェクトっていうのがあるんで、はい、まあ、それ両方ですかね。それで、まあ、まあ司会というかそのや鍋やかさん芸人さんね、はい、やっていただいてっていう、それでまあ東郷さんがまあ総合プロデューサー兼、まあ、バンドのメンバー、最初のメンバー、立ち上げメンバー、そうですね。でもそれをまあいろいろ番、まあ、YouTube などで、まあ、YouTube でもねガチンコバンドクラブで検索していただいたら見れますので、それをやってて、で、あの最初何人ぐらいだったんですか。書類審査っていうのがあって、はい、結構な数でしたね。50人ぐらいですかね。でそっから、はい、厳選してスタートを30人スタートで始めたいなと思って、はいはい、その最初の書類審査から、はい、もちろ ん, なんか書類に写真が添付されてないとかその不備があって落とした人ももちろんいるんですけど、はいはい、最初からそれじゃダメだと、はい、で、30人通知をして、はい、まあ1回目のオーディションこの日にやります、はい、もちろんそこに行って会えませんって人もいれば、はい、コロナになってこれません、はい、あとね、看護婦さんがいたんですよ、看護師さんね、看護師さん、はい、あの女性の、はい、で調べたら僕の中学の同級生、はい、
ちょっとエロいじゃないですか。ちょっとまあエロいですね、うん、まあそういう、まあ、エロいというかまあねちょっと久しぶりに会いたかったからだったんですけど、はいはいはい、その子も看護師だから県外に行っちゃいけないと。あ、なるほど。いうのがあって一回、まあでもやっぱルールはルールだからね、乗り越えてくる人もいるわけなんで、まあ、そういう人は落とさせてもらって、まあ、山梨から来た人もいましたもんね。いました。それでだから結局1回目25、6人かな、集まってってところがスタートですね。いろんな人いましたよね。いろんな人いました。格闘家からあと、まあ、普通のサラリーマン、はい、ミュージシャン、あとセクシー女優さんもいましたよね。いました。あとはまあその、まあ、キャットファイターであったりとか、うん、県外の人も大阪とかね、あ、いろんな人、あ、大阪の人もいました。で、はい、うん、夜間さんがそんで僕その日気をつけてたのは、はい、その生放送してたんですよね、はい、生配信してて、あ、最初生配信でしたね、はい、結構な数200枚ぐらいチケット売れてて、はい、で広いところでやったんですけど、はい、僕と夜間さんは、はい、もう生放送がカメラ回るまで表に出るのやめようっつって裏にずっともうなんて言ってるかな、もう一から始めたかったんで、うん、雰囲気とか見るのもやめて、本当に放送始まって僕が登場するときは初めて光景見る時だ。あの時のこうインパクト覚えてますね。夜間さんも言ってましたけど、もうコロナになる前からコロナ状態だったみたいな人だった。どこに出しても恥ずかしい人だって言い方してたんで。そうですね。なんか、でもなんかワクワクしましたね。もうオーディション内容が何だろう、その演奏を見るとかじゃなかったですもんね。パフォーマンスというか。アドリブ力と度胸。なんか人形使って一人喋りする人がいたりとか。はい、なんかね。そのマネキン持ってなんか一人でパフォーマンスしてる人がいたりとか、ね、ムチ持ってなんかあの人を叩いたりとか、その様々です。ほとんどなんか歌ってる人もいたけど、ね、うん、なんか その人はなんか逆にインパクト薄いみたいな。むしろなんか音楽に寄せた人のが目立たなかったみたいな。ああ、それは見てて感じました。うん、そこもやっぱ。アーティスト力というか、はい、うん、やっぱそのオーディションって順番があるわけで、はい、手前2つがこれやって、はい、予定ね変更して変える用意してきたものと変えるのもありだと思うんです。まあ実際そういう人もいたし、はい、ね、僕が、はい、まあ、こういう この流れはやめましょうよと言ってたのに、はい、その流れを用意してきちゃったもんだから、はい、それをやった子もいれば。はい、ね、そこもやっぱいろいろ参考になって、うん、中には歯向かってきた人がいてね遅刻してきたのにね。そう、遅刻してきてね、うん、でそれはできませんって言って、うん、私は寝てないんだみたいなね知らんがな、まあ、そういうのもあって続いて新都心歩道橋下斜め右方向でことやって、まあ、年上の人もほとんどですよね。うん、でいろいろ2年かけていろんなことをやって最後は個人面談っつって面接一人一人してね、30分ずつ20何人のことでしたかな。で結果今僕と入れて17人残ってるんで約半分ですね。いや面白いですね。そのいろんな今残ってるのがなんか街録チャンネルでね有名になった人がいたりとか。そうですね、街録の2人ぐらいいますね。ああ途中1人脱落したから、うん、街録で再生数100万いってる子も落としてますから落としてるんですね。落としてるんですか。まあまあ面接でねやめたもん。あとはね、途中で即席のバンドをその何十人もいるんで、はい、君と君が組みなさいみたいな感じでやって、はい、CD を作ったのもあるんですね。はい、うん、でそれでみんなで1個 CD を作って全国発売しようって、はい、って言って、まあ、みんな一生懸命作ったん で、はい、うん、で結構いいもんができたんですよ。まあ、その中の一環で僕らがやらさせてもらった平成スライムってね、小向美奈子さんといわゆる、ね、プロデューサーバンドみたいなので1個作って、これがオリコンで16位に入っちゃってね。いやすごいですよね。そうなんですよ、かなりの数売れてっていうのもあって、タワーレコードイベントだったりね、ヤフーニュースのいろいろこう、あ、でもその数ヶ月前まで何でもない他人同士で楽器もできなかった人たちで、はい、うん、
なんかやる気と熱量あれば、はい、ちゃんと結果になるんだってこともね分かったし、うん、はい、まあなんかいろいろなドラマがありましたね。なんかそれこそね、もう本当に喧嘩勃発したりとか、もう喧嘩とかしょっちゅうでしたもんね。喧嘩しょっちゅうでした。今日も喧嘩ありましたよ。あ、そうなんですか。さっきピカリさんとご飯食べてたんですけど、はい、携帯いじってたじゃないですか。はい、うん、揉め事はありましたそういう連絡があったんですね。ありました。はい、いやもうちょっとそういうね、そのもう揉めんぼことだらけの、もう本当にガチンコですよ。もうガチンコファイトクラブとか以上にガチンコの、あの物語がその YouTube でアップされているのガチンコバンドクラブっていう、あの URL 概要欄に載せておきますんで、ちょっと10分だけということだったんですけど、10分じゃちょっと語り尽くせないので、ちょっとまた機会があったらまた教えてください。今81話まで81話でよかったら、ね、はい、なんだろう、昔ネットフリックスとかさ、はい、ああいうので Amazon プライムとか、はい、ああいうのでこう、なんか海外のドラマとかって、はい、シーズン1のなんとかとか、はい、やっぱり続けて一気に見ちゃいたくなるじゃないですか、はい、ああいうノリで見てもらえたら、あ、ね、うん、夜寝る前に5話ずつ見ようとか、はい、全部つながってればちゃんと意味がわかるので、うん、いや、うん、本当に面白いんで、なんかね、いろんなトラブルありますよ、はい、もうすごいですよ、はい、ここでは言え、まあ放送で全部出してるんで、そうですね、はい、ちょっとここで言う、うん、ちょっとごめんなさい、やっぱり東郷さんとかガチンコバンドクラブはちょっと濃密すぎて、ちょっとここで気楽にちょっと話せるような、あの聞くようなことじゃなかった、やらせもないんで、はい、はい、うん、ちょっと本当に見といてほしい、またね機会があったらなんかいろいろご紹介、で こちらでもご紹介したいんで、僕のモットーは、はい、見え、最初から見てくれて、ね、はい、応援してくれくださってる方がもちろんいるわけで、はい、あの放送外でこそこそやんなっていうのがモットーなんで、はい、全部カメラの前でやれっつってんですよ、はいはいはい、文句あるんだったらカメラの前で不満言ってくれと、うんうん、そのスタンスでいるんで、はい、実はだからなんだろう、中にはねこう、はい、仕込みとかやらせとか言う人いるんですけど、うん、そんなの一切もう神に誓ってないのでないですね、はい、全部やらせなしで、僕ももうちょっと最初から見させてもらってるんですけど、うん、まあ時にはね平成スライムバンドで途中、はい、あの一緒にやらせてもらったりとかして、いや本当にガチンコなんで、はい、いや面白いですよ、ぜひよろしく、もう癖のある、一癖も二癖もある人たちが集まってるんで、ぜひ見てください。ちょっと本当にもったいないので、ちょっと今日はこの辺でまた本当に別でご紹介させてもらいたいので、はい、そしてまあそのガチンコバンドクラブね、はい、まあ、チャンネル登録よかったらしていただいて、まあ、まず見ていただいて面白かったらね、そのママダユーさん、この僕の神チューブのね歌を歌ってくれてるママダユーさんとかね、中村ピアノさんとか、まあ、アーティストもねすごい、ミュージックビデオとかも見れたりしますんで、ぜひ、コロナ前がね、はい、僕はっきり覚えてるんですけど、はい、3900人だったんですよ、チャンネル登録者数、はい、で今6900、3000人増えたんで、あ、すごい、はい、ピカタカキの神チューブより全然伸びてる、そうで収益化できなかったんで、はい、そうだから教えてくれないじゃないですか、何がダメだ、はいはいはい、うん、でもこれだろうなっていう、はい、キャットファイトみたいな宣伝を、あ、キャットファイトね、全部消したんですよ、あ、そしたら通ったんですよ、お、やっぱそれがあれが原因だったんですよ、なるほど、もったいなかったんですよ、100万再生とかあったんで、セクシー系のね、うん、うん、そうなんですよ、うん、まあ、それで、うん、今間もなく7000人ですかね、おお、ぜひぜひちょっと僕も負けずに頑張ってきますんで、はい、またちょっと、はい、すいません、今日はこれで終わります、はい、またお願いします、すいません、突然すいませんでした、とんでもないです、ありがとうございます、じゃあまたお願いします、レニュー。